ちょっとカメラ動かしてみましょう。ほら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 。ほらどうでしょう、すごい。レイコさん、こんにちは。はい、こんな感じで外と会話することもできます。どうもこんにちは、ミカスです。今日はね、これを紹介しようと思うんですけど、塚本無線ね、今までね、いろいろ塚本無線さんのところのセキュリティカメラ紹介してきてるんですけど、今日のまたね、ちょっとすげえやつです。はい、で、これね、なんか一緒についてきたんですけど、これはAC 電源ですね。 AC 電源のアダプターがまあ一応ついてきました。はい、では本体見ていきましょう。いきましょう。こんにちは。さあ、説明書がまず出てきましたけども、保証書もね入ってます。ずっとやばい、でかっ、結構大きい。こんな感じ。何これ。おーっとすげえぞこれ。なんか何これ、ロボットカメラっぽい。あ、やべえこれ。これこうだな、こうつくんだ。で、こうアンテナですよ。もうアンテナ最初がついてる。あ、何これ、めっちゃいいじゃん。はい、で、何がすげえかって、まあちょっとね、質感は、材質はこのなんていうんですか、樹脂製なんですよ。でも樹脂製がいいんですよね、逆に軽いからね、ここに負担かかんない。いやいやいや、今ね、ちょっとね、この間紹介したやつをうちの玄関先につけてあるんですけど、駐車場用に。やっぱりね、まあ普通の、まあ、広角なんですけど、ただのカメラなんで、もう見れる場所が1箇所だけなんですよね。うん、でこれですよ。もうお分かりですね、動くと。うわ、やーべえこれ、まあすげえなこれ。はあ、なるほど。なんかちょっともう本格的なやつですね。いや、すげえぞ。で、はい、で、まあもちろんね、LED というかね、なんていうんですか、何者かが来た時に発光する的な、こうフラッシュ的な、のだったりとか、まあ単純に照明としてだったりとかの LED などなど、それからセンサー、そしてはい、このようにレンズがついていると。まあ塚本無線のこのセキュリティ監視カメラ、今までいろいろ動画出してきてるんで、それ全部ね、まあご覧いただいたことある方はご存知だと思うんですけど、信頼性抜群なんですよ。安定性というか、アプリが固まったりほとんどしない。で、しかもこの首振りですからね。これは電源はソーラーではないので、さっきのね、この付属の AC アダプターをつけなきゃなんないのか。あー、なるほど。ですね、つまり、これ本体はね、もちろんね、防水なわけですよ。外でも全然問題ないというか、外用というか。で、アンテナもね、立派なのがついてるので、家の中の Wi-Fi でもちゃんとね、外でも拾ってくれるんですよ、このアンテナのおかげで。それがすげえいいとこなんですけど、ちょっと弱点なのはやっぱりこの電源。さすがにね、AC アダプターをね、屋外でこれ差しっぱなしってちょっときついんですよね。これね、ちなみに、LAN もここつなげられるんですけど、まあ、このように AC アダプターの電源をここつけて、まあ、ぎっちりつくんで、水大丈夫なのかな、ここは。ただ、こっちですよね。ここをどうすんだいっていう話ではあるんですよね。それがちょっと弱点。うん。はい、ということで、スマホアプリをまずダウンロードします。で、ダウンロードしたら、まあ、いろいろね、登録をまずしてあげると。ユーザー名、ミカスと。ういシステムを起動しています。なんかアニメチック。スイッチ設定を開始します。はい、します。接続しています。はい、今 Wi-Fi の設定で Wi-Fi つなげてます。ユーザーへの接続が完了しました。そうですか。もうね、すでに設定終わったんですけど、ここのね、はい、おお、はや、はい、今ね、これちょっと横にしようか。はい、横になったな。ほら、あ、遅延がほとんどないじゃん。うわ、すげえすげえすげえ。
お、めっちゃいいんじゃないですかこれ。で、ちょっと待ってくださいね。ちょっと今ね、これ下に置いてあるわけですよ。下に置いてあるわけなんですけど、あー、画面を触ると、はい、動きます動きます動きます。おい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 、すげえすげえ、これすげえ、あんぱね、めっちゃいいじゃないですかこれ。では、ちょっとね、こう今カメラが近いと、音声とかね、かぶっちゃったりするのもあるんで、ちょっと外にね仮止めします。で、中から操作しながら、どんな機能が使えるかっていうのを紹介してみようと思います。さあ、では外にカメラを設置しました。ではちょっとカメラを動かしてみましょう。ほら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 、どうでしょう、すごい。ちょっと後から説明しますけど、今ね、カメラマンのジェイコさんがいるんですけど、ちゃんとね、認識してるんですよ、ジェイコさんを、アプリ上で。これはすごいわ。さあ、ということで、今ご覧いただいた通りですね、はい、今ここにジェイコさんがいるんですけど、ほら、紫色の見えました？これね、認識するんです。ちょっと今ね、カメラの向こう側にジェイコさんいるんであれなんですけど、ちゃんとね、認識してくれるんですよ、何かを。で、ほら、通知来るでしょ。今、通知モードがオンになってて、まあ不審者が来た場合に通知しますよということになってます。でね、可動範囲ですよ、可動範囲。今板につけてたの分かったと思うんですけど、まあ、ほぼ真下まで見れますね。素晴らしいな。で、まあ、自在に動かせると、こんな感じですよ。もうなんだ、わけわかんなくなってきたなこれ。あ、で、ちなみに今外の音が聞こえるようになってます。で、ちょっとね、さっき自分の声が聞こえてたと思うんですけど、ここを長押ししていると、ジェイコさん、こんにちは。ちょっと今ボリューム小さいな。ジェイコさん、こんにちは。はい、こんな感じで外と会話することもできます。だから、外と会話っていうのも便利だと思うんですよ。何か庭掃除している人に話しかけたりね。そうじゃなくて、不審者が来た時にここで、おお、お前何やってんだこの野郎みたいなね、おい泥棒とかね、ここで直接不審者にこう自分で警報じゃないですけど、警報代わりに自分でこらーっていうことができる。この設定画面の方から、いろんな設定がまあできるわけですよ。まあ、基本設定のところでいくと、まあ、感度切り替えたりスピーカーの音量切り替えたりとかがまずできるっていうのと、詳細設定を押すと、まあ、録画関係ですねができます。で、さらに警報設定、ここですね、今警報オンになってます。で、警報時間っていうのがですね、要するに昼間の警報はいらないよとか、夜はちょっと近所迷惑になるから警報いらないよとか、時間帯も設定ができるようになってます。まあ、フル HD、それから SD と切り替えができるようになってます。まあ、容量に合わせて選んであげるといいんじゃないかと思います。はい、で、今ね、ハサミマークを押したんですけど、ハサミマークを押すと、その部分だけ、録画をできる。で、共有もできる。で、ここ押せば、まあ、フル画面になると。素晴らしいですよね、これは。いいわ、これは最高だわ。で、画質、めっちゃ画質綺麗なんですよ。ちょっとうちのウッドデッキがそろそろ交換時期なのがバレちゃうんですけど、はい、まあ何しろ画質は最高です。はい、ということで、これを待ってたって感じですよね。やっぱり首振りしたい、監視カメラ首振りしたい。なんかこういうね、本物の業務用のこういう監視カメラってありますよね。そんな感じに使える塚本無線の今回の PTZ、
めっちゃ気に入っちゃった。これ玄関のカメラこれに変えよう。はい、ということで、すげえ良かったです。以上です。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。